こんにちは、神田です。今日は新潟と対戦する仙台の守備、新潟はどう攻撃したらいいのか、どう攻略したらいいのかについてお伝えしようと思います。仙台はおそらく3バックで来ると思うので、試合開始はワントップの中山選手もしくは富樫選手めがけてロングボールをシンプルに入れてくることがあります。新潟はそのロングボールをしっかり弾き返した後に、仙台よりもセカンドボールをどれだけ多く拾うことができるか、仙台の選手はそこに密集してくるので、そうすると仙台の3バックのサイドのところは空いてくるので、そこのスペースをついて仙台のディフェンスラインを押し下げていきたい。そしてサイドからクロスを入れていってチャンスを多く作っていきたい。まあそういう攻撃ができると新潟チャンスはね多く訪れると思います。仙台の守備は中を固めてくるので、中盤でいかに仙台の厳しいプレッシャーを剥がしていけるかどうか、岡山の田中選手は2枚同時に剥がしていこうとするけども、仙台の選手がファールで止めに来る。新潟の選手もここの位置からどれだけ仙台の選手のプレッシャーをかわして剥がしていくことで、前線にボールを運んでいけるかがポイントになってくると思います。新潟としては仙台のサイド攻撃、ここの位置でかわされてしまうと仙台の中盤の選手、まあ、このシーンではホギーノ選手にパスをつながれてしまう。ここから中山選手に縦パスを入れられてしまう。中山選手がキープをして中盤の選手にパスを落としていく。そして逆サイドに展開をしていく。中山選手に縦パスを入れられると起点を作られてしまって、どうしても守備面で後手を踏んでしまう形になるので、新潟としてはここのね縦パスを気をつけていきたい。まあ、ここ最近動画を上げている中で、まあ、何回も言っていますが、仙台のセンターバックの前にスペースができていたら、必ず仙台のセンターバックはドリブルでボールを持ち運んできます。ですけどもパスを出すときにパススピードが弱いときがあるんですよね。そこを新潟はパススピードが弱いと思ったら、積極的にインターセプトを狙っていくべき。インターセプトしてそのままの勢いで前線にボールを持ち運んでいく。で、岡山の場合だったらここから中央の選手にパスをつないでいく。アルベス選手が外に流れていくと見せかけて切り返して内側に走り込んでいく。そこにパスが出てきて仙台の選手に当たってパスがずれるけど、アルベス選手が粘って後ろから走り込んできたムーク選手にパスを出して先制点を奪う。新潟としては仙台からボールを奪ったらできるだけ前に走り込んでいく選手、前にいる選手にパスをつなげていきたい。第一選択肢を前にねパスを出すこと、ここがね本当に大事になってくると思います。できるだけ仙台の守備が整う前にシュートまで持っていきたい。で、仙台は前からプレッシャーをかけてくるけども、後ろが連動してこない時があります。ここのライン間の間に立ってる岡山の選手がドフリーでボールを受けれるんですよね。岡山は前線3枚が一気にディフェンスラインの裏をめがけて走り出していく。そうなると仙台のディフェンスラインは自陣に向かってラインをずるずると押し下げていってしまう。まあ、この画像を見てもらうと仙台のディフェンスラインが揃ってないのが見てもらったらわかると思います。ほんの少しだけのズレができたところに岡山が縦パスを通していく。この縦パスが入ったことで仙台のディフェンスラインはバラバラになる。大外の岡山の選手が前線に走り込んでくることをおそらく仙台の選手は気づいてないと思う。サイドからクロスを入れてきて大外から走り込んできた選手が決めて岡山が追加点を奪っていく。岡山はたった縦パス2本で仙台のゴール前までボールを持ち運んでいくことができた。さっきも言いましたが、ゴールに向かって前向きな選手にどれだけ縦パスを入れていけるかどうか、これがねめちゃくちゃ大事だと思います。この仙台戦は、まあ、かなりね厳しい戦いになると思うんですけども、
前から厳しく来る仙台に対して受け身にならずに、何回もね言いますけども、前向きの選手、前に走り込んでいく選手に縦パスをどれだけ入れていけることができるか、そこがね本当に重要になってくると思います。そういった中で明日の仙台戦の神田が予想する新潟のスタメンなんですけども、ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに堀米選手、2センターバックにマイケル選手、トーマス・デン選手、右サイドバックに藤原選手、2ボランチにコウ選手、島田選手、左サイドに小見選手、トップ下に伊藤選手、右サイドに水戸選手、ワントップに谷口選手と予想します。ワントップの部分は前節起死回生のゴールを決めた谷口選手がそのままスタメンで出てくるんじゃないのかなと。やっぱりこう仙台のディフェンスラインの裏をね、やっぱ抜け出していく選手が必ず必要になってくると思いますので、その動きは谷口選手、新潟の中でも1位2位を争うぐらい上手いと思いますので、谷口選手がワントップに入ってくるかなと。で、両サイドはここ最近調子のいい水戸選手、小見選手が両サイドスタメンで出てくるんじゃないのかなと。水戸選手のトップ下起用も考えたんですけども、やはりね伊藤選手疲れは溜まってると思いますけども、この重要な一戦、伊藤選手の力はね必要だと思いますので、トップ下は伊藤選手、そしてダブルボランチは、まあ、守備的ミッドフィルダー、ボランチ役割としては甲選手、そして島田選手が、まあ、立ち位置、先ほどの画像で見せましたけども、ああいったライン間の間、もしくは仙台の選手同士の間のところで受けてパスを出していく、供給していくことが大事な役割になってくると思いますので、そこはやっぱり島田選手が、新潟の中でもうまいと思いますので、島田選手がスタメンかなと。で、両サイドバックは、まあ、変わらずに、堀米選手、藤原選手で来ると思って、センターバックのところはかなりね、迷ったんですけども、マイケル選手の肩の調子の具合で、もしかすると千葉選手かなと神田は思うんですよね。で、トーマス・デン選手は、おそらく、体調、コンディションは、一週間経ってるので、だいぶ元に戻ってきてると思いますので、まあ、先発、スタメンに戻ってくるんじゃないのかなと、神田は予想します。試合展開は、絶対ね、先制点を仙台に与えないこと。仙台は監督交代して、なかなか勝ち点を積み上げていけない、勝てないことが多いです。先に先制点を与えてしまうと、首位のチーム相手に俺たちでもできる、やればできるという自信が芽生えてくると思います。なので絶対に仙台に先制点を与えないこと。仙台は先制点を奪われた試合の勝利の確率は 6% だったと思いますので、もう仙台が先制点を奪われてしまうと勝利はねかなり低い確率になってますので、新潟はね、是が非でも先制点を奪っていきたい。新潟としては、早い時間帯に先制点を上げていきたい。そして、仙台に対して、精神的なプレッシャーをかけていきたい。仙台に精神的なプレッシャーを与えたら、焦りからかミスが増えてくると思いますので、そのミスにつけ込んで、追加点を狙っていきたい。仙台の前線の選手は、早く岡山のゴールに行きたいから前線にボールを出してほしい。ですけども、仙台の後ろの選手はパスを出したいけども、岡山の選手のプレッシャーが厳しくてかけてくるので、なかなか前線にパスを出していけない。ゴール前で中途半端にパスをつないでしまって、岡山の選手にボールを奪われてゴールを決められてしまう。で、仙台の試合を見ていて、仙台は勝てていないので、点差が開くと、どうしてもね、選手の気持ちがバラバラになってしまって、立ち位置、決められたことなど、そういったところができなくなっているような気がします。なので、新潟は早く仙台がそういう風な状況になるように追い込んでいきたい。
そうすることによって本当に追加点が2点3点と奪えると思います。明日の仙台戦は何が何でも新潟は絶対に負けは許されないと思います。 J2 で5年間苦しんできたと思います。新潟県の皆様、全国のアルビレックス新潟のファンサポーターも苦しみながら一緒に戦ってくれたと思います。ようやく掴んだ J1 昇格へのチャンス、今は在籍していないけども5年間新潟のために戦ってくれた選手スタッフの方も多くいると思います。そして何よりも一番は今新潟に住んでる子供、そして全国のアルビレックス新潟の応援してくれる子供たちに夢を与える責任と義務は新潟の選手スタッフ関係者は全員あると思います。明日は疲れ怪我痛い箇所はあると思いますが関係ありません。泥臭くてもダサくてもかっこ悪くても何が何でもいいから目の前の相手から1点取るだけ、相手に1点奪われないために必死に体を張って声を出して守るだけ、この仙台戦に勝利することだけを考えて必ず明日 J1 昇格を勝ち取ってほしい。先日システム監督に言われた決められたこともあると思いますけども、まずは気持ちで絶対相手に負けないように、明日勝って必ず絶対 J1 昇格を決めてほしいと思います。神田は新潟現地観戦行けませんが、山口から新潟の勝利を信じて必ず明日 J1 昇格できると信じて一生懸命ね応援していきたいと思います。最後は熱く語ってしまいましたが、いろんな思いがあり、神田のねこの思いを聞いて批判する人もいるかもしれませんが、最後ちょっとね熱く語らせていただきました。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。